どうもすみません。安田記念の結果分析です。1着モズ、アスコット2着、アイロリッド3着スワーブリチャードでした。大外れでした。モズアスコットは種まになってほしいっていうふうには思っていましたので。まあ、確かに。スピード競馬というかまあ、時計勝負っていうような感じで。まあ、自力勝負っていう感じの g1 ではなかったんですけれどもでも。 ルルメー衆がうまく立ち回ってそれでタイレコードっていう、まあ、そういったような守護場として箔がつくような結果になりましたんでそういった意味でももたらすことが勝ったということに関しては良かったかなっていうふうに思いますねでまあ僕はやっぱり馬券が下手だなっていう感じですねリス・グラシュかアイロリッドこの2択かなっていうような感じだったんですけれども最終的にリス・グラシュを選んで まあ明暗が分かれたっていうようよな感じですね。いろいろありましてやっぱり反省しなきゃいけないなっていうようなちょっと墓穴を掘ったところもありましたんでその点についても後でしゃべりますね。それでまずはリス・グラシュの範囲についてしゃべりたいんですけれどもというかまずは竹豊騎手についてですねリアルタイムで競馬を見てて武豊騎手が外から動いていった時びっくりしまして。 え、なんでっていう風に思ったんですよね。まあ、絶対に動いちゃタイミングで動いてしまったっていうような感じで、竹井隆氏はですね、G1 でそういったような判断ミスをすることってほとんどないんですよね。ですからそういったようなことを過去から掘り出せって言ってもなかなか思い浮かばないぐらい、それぐらい他のジョッキーたちよりも常に落ち着いて、 でもそういった中でああいったような形の競馬をしたっていうことに僕はびっくりしたんですよね。でレース展開的にもスローに落ちたわけでもなかったですしあそこのタイミングで動く理由がわからなかったというかそれで結果的にタイレコードの早い決着になりましてうちらドいに近いところからロスなく立ち回った馬たちが結局は上位独占というような競馬ですね。 やっぱり時計勝負のギリギリの中で空いたような形でロスのある競馬をしてたがためにリス・グラシューは力を出せなかったっていうところがありますし特にリス・グラシューの客室ですね足を溜めてこその馬なんでそのリス・グラシューの足がたまらないような外の動き方ですねかなりロスの大きな競馬をしてしまいましたんでただですね勘違いしないでもらいたいのは 馬券圏内にに来たかかどどうかっていううとい話はは僕とってはどうでもいい話なんですよね。ですからもしあそこで動かずに待って里のアレスみたいな感じで直線勝負をした場合だと届いてた可能性はなくはないですもしくは以前の武豊騎手だったら里のアレスよりももっと待てるぐらいなそういったような乗り方もできるぐらいでしたしそういったような形だともっとハマった可能性もあります。もしくは4,5前後 少し内目の方を通るような形でそれでロスの少ないような立ち回りをした場合だと届いた可能性はなくはないですでもそういったことじゃないんですよねとにかくあそこのタイミングで待てなかったっていうことがびっくりで、まあ、それは以前の武豊騎手だったらなかなかないパターンのそういったような判断ミスではあったかなっていうようなところでそれがびっくりだったっていうような感じですねでここ23ヶ月武豊騎手成績が良くないんですよね ま常、あ、に停止なんかもありましたけれども、まあ、最初のうちはですね多分馬質が単純に良くなかったっていう感じが大きかったかなっていうところで、まあ、僕はそこまで気にしてなかったんですけれどもでも気乗停止明けはですねなんかちょっとちぐはぐな感じがあるというか調子良さそうには見えないんですよね。でそういった中で負の流れが来ていた中でなんかいつもと違うような武豊棋士が g 1で やるような感じじゃないことをやってしまったのが今回のレースなのかなっていうようなところがあってとにかく今回は武井隆樹らしさが出なかったんで G1 に限らず条件戦から武井隆樹には復調してほしいなっていうふうに願っています続いてはレース全体の質がどうだったかっていうことなんですが G1 らしい重厚感のあるタフな自力勝負になったかというとそういう感じはなかったですね スピード勝負スピードと器用さを求められるっていうような感じのレースですね。まあやっぱりですね g 1となると4コーナー前後のところその辺で力がギュッと凝縮してさあ勝負っていうような感じになってほしいところはあるんですけれども、まあ、今回はそういう感じはなかったですね。まあ、タイレコーードっっっててていう速いう時計ににななンペスの ある程度は道中うちら沿に近いところを回れた馬たちが有利だったかなっていうような感じでまあうちの方から仕事分ぐらいまでですねその辺特に4コーナー前後はその辺を回れた馬が有利かなっていうような感じでサングレーザーとかはあの辺はちょっとロスがあったかなっていうような感じで里のアレスも後方から一の足を使ったんですけれども。 やっぱりゴール前のギリギリのところで打ち相当の差っていうところは出たかなっていうような感じもありましたし、まあ、サトノアレス自体がギリアシっぽいところがもともとありましたんで、まあ、k ファイスプリングカップの時と似たような感じのゴール前の止まり方っていうところがあって、まあ、これもサトノアレスの客室かなっていうところはあるんですけれども、やっぱりちょっとでも、もう少しでもロスの少ないような立ち回りができてたらっていうような感じもありましたし、まあそういったような レーレスにはなななったかというようよころですねでこの日の条件戦を見ててですねだんだんと卒唾斜が効くようにもなってきてフラットなパパに近いような感じにはなってきたかなっていうふうに思ってたんですけれどもやっぱりそこは条件馬たちということで先行馬たちにもあんまり力がないっていうような感じの中で先行馬たちが苦しくなってたっていうような感じもあったでしょうしここの安田記念のメンバーはやっぱり。 スピードとタフさっていうことに関しては条件場たちとは違いますんで、まあ、そういった意味でも先行馬有利のあとはうちの方に近いところですねロスなく立ち回った馬たちが有利っていうような競馬になったっていうようなところもありますねで、まあ、こういったようなワンペースの競馬ですねスピード競馬特にハイペースの競馬なんかもそうなんですけれどもそういったような感じになるとその 結構力関係が逆転する可能性も出てくるっていうところがあってもちろん勝ったモズースコットも強いんですけれどもただタフなタフな馬場でタフな自力勝負になった時にモズースコットが勝てるかというとちょっとここのメンバーでは厳しいと思いますんでモズースコットが勝った理由としてはこういったようなスピード競馬になってそれで時計勝負の中で器用な足を使ったというかルメール騎手もうまく器用に丁寧に。 立ち回ったというような感じもあったんですけれどももちろんそういった中でも最低限のラインっていうものがあってこういったような大レコードの時計勝負に対応できるあとはスピードと能力があるということでまずはここのメンバーの中で半分ぐらいは削られた中でそこの削られた中での半分弱ぐらいのメンバーたちの中でいかに器用に立ち回ったりだとか有利に競馬を進められたかっていうところが出たレースかなっていうふうに思いますね。ですから まやっぱりババだとかレース展開だとかそういったものによってまたガラッと着順が変わる可能性もあったそういったようなレースではあったかなというふうに思いますね。でそういった中で、まあ、最初に僕も反省しなきゃいけないちょっと読みが甘かったっていうことを反省しなきゃいけないっていうふうに言ったんですけれどもその点はですねまずこういったような時計勝負ですね。 さを必要とするるようなレースに対応できるかっていうところをもうちょっと考えておいた方が良かったかなっていうような感じでリス・グラッシュはですねもちろんこういう競馬立ち回り次第で対応はできたんですけれどもでもそういうことを考えたらリス・グラッシュを本命にすべきかというとちょっと微妙なところがありますしあとは他の馬たちについても印をつけてるリアルスティールですねリアルスティールもですねあんまりこういうスピード競馬が合うタイプではないですし 基本的には時計のかかるようなタフなコースの方が合いますしさらに年齢的にそういった部分が強くなってきているところもありますので、まあ、そういった意味でも削れる馬はもっといたかなっていうような感じですねもちろん今回のレース展開というのは特殊に近いような形で今回だからこうなったっていうような感じもありますんで、まあ、一つのパターンでしかないんですけれどもでももうちょっと考えられたっていうところですねであとはレース前に言うのを忘れてたんですけれども リス・グラシューに関してもマイラーではないんですよねリスグラシュに関してはマイル戦線に行ってから成績がいい安定してるっていうふうに言われてますけれども僕は全然マイラーとは思ってないんでマイルをこなせる中距離馬っていうふうに思ってるんですよねですから今回のスピード競馬になるとちょっとマイラーとしての資質を問われるっていうようなところもありますし リスグラッシュではこなせなせい部分も多少はあったかもしれないなないいとううようなところですね、まあ、も,もちろんさっきも言ったように立ち回り次第ではこなせた可能性はあるんですけれどもただ一番本命を押すのに値するようなそういったようなまではなかったかもしれないなというような感じありますね。でウィン・ガニオンの逃げですね。ウィン・ガニオンの逃げがですね結構良かったですね。まあ、道中ワンペース気味で ペースが速かったっていうこともあったんですけれども特に4コーナー前後のところですね早めに思い切った形で引き離すようなそういったような形を取りましたね相手の思い切ったことをしたからこそウィンガニオンは構想できましたしあとは他の馬たちにも影響したかなっていうような感じでウィンガニオンがちょっと離れた感じで逃げてて2番手3番手その辺がですねウィンガニオンが思い切ったことをしたがためにばらけたんですよねその分 アイロリッドやスワー・ブリチャードの進路も飽きやすかったっていうような感じでもしウィン・ガニョンが4コーナー前後の仕掛けを躊躇して馬群がギュッと詰まるような感じになるとスワー・ブリチャードとかアイロリッドスムーズに出せなかった可能性もあるんですよね。そういった意味でもやっぱり、まあ、そのナ,ロナロ記念の時にマルターズ・アプジに乗る武豊騎手が乗った場合で喋ったんですけれども想定ということで喋ったんですけれども逃げ馬がですね 勝負どころで後続に足をつかますようなそういったような積極的な仕掛けをした場合ですねその場合だと4コーナー前後で千古馬たちの馬群がばらけやすい傾向にあってその分打ち出し沿いに近いところですねそういったところを通った馬たちが有利に立ち回れるっていうふうに言ったんですけれどもそのパターンがこういうことなんですよねでウィンカニオンの津村騎手がそういったような競馬をしたからこそ 直後の先行馬たたちが乗りやすかっとっいうようよなところもありますねあとはですね先行馬がばらけた理由はもう一つあってそれはレーヌミノルとキャンベル・ジュニアですねこの2頭がですね積極的な競馬をしなかったっていうことですねウィンガニオンをあんまり相手にしなかったというか近接せず止まるだろうなっていうような感じで綺麗に回ってきただけかもしれないんですけれども。 やっぱり先行馬っていうのはですね積極的に自分から競馬を作るようなことをしないと結果としてウィンガニオンの競馬に飲まれているような感じになってその分馬群がばらけたっていうようなところでそこの隙をスワーブ・リチャードとかアイロリッドとかその辺の強い馬たちに一気に来られたっていうような感じの競馬にもなりましたんでやっぱり積極的に競馬を作っていくような感じでレール・ミノールあたりが横なでウィンガニオンに並びかけるぐらいな。 それぐらいの強気の競馬をしてたらもっと進路が空きにくくなってた可能性もあったかなというような感じで特にレーヌミノルとか変わり映えのしない競馬をしてきてましたんでそういったような思い切ったことをしないとカンフル剤にもならないのでレーヌミノルとキャンベル・ジュニアについてはちょっと消極的すぎる競馬にはなったかなというような感じですね。でその一瞬の4コーナー前後の、のの一一瞬瞬ココーナーーーナナ前後から直線を向くところの一瞬の勝負どころろ勝負で、 キャンベルジュニアとかもスピード負けをしたかな？っていうような感じ。スピードと器用さを負けをしたかなっていうような感じもありましたんで、まあ、やっぱり積極的にマイペースで加速しといた方がもうちょっといい。競馬はできたかなっていうような感じがありますね。それではうちの多かれ1投ずついきます。スワーブリチャード。スワーブリチャードについては、競馬評論、家の人を含めても。 こうういったような形でスワブリチャードが負けるにしても出遅れたりだとかそういったような形で後方からになって届かずっていうような競馬もしくはマイルの流れにうまく乗れずにちぐはぐな競馬になって負けるだとかそういったような形を想定してたとは思うんですけれどもでもこういうことなんですよね。 今までででスピードと能力で圧倒してきた馬ですね特に大阪杯に関してはですね、ミルコ・デムロク氏の好判断で、まあ、本当にうまく乗って、早めに動いて押し切るっていうような、そういったような競馬で、後半のスピード勝負に持ち込んだというか、能力勝負に持ち込んだっていうところがあって、そうい,うそういったような競馬で強い競馬をしても、この東京コースでっていうことになると、こういったようなこともあり得るっていうようなことですね。 でスワブ・リチャードは左回りが得意で不安がないっていう風に言ってた人も多かったとは思いますし、まあ、少々出遅れても能力の違いでねじ伏せるだろうっていう風に言ってた専門家も結構いましたしまあそういったようなイメージっていうのはやっぱり危険で、まあ、左回りが得意っていう風なことに関してもですね僕は、まあ、そこはずっと強調しなかったんですけれども、まあ、右回りでも全然問題ないよっていう風に言ってたぐらいなんで左回りが特に いいいいととも思わななううようなところがあってスワブリチャードが左回りでいいところっていうのはそれは器用っていうことですね左回りの方が器用なんですよねでも直線での素足の持続性だとかそういったことに関しては特に右回り左回りあんまり関係なくて逆に右回りの方が素足の持続性ということに関してはいいかもしれないなっていうふうに思っていてまあそういった意味でもまあ左回りでのその 左回りはいいんだけれどもよく,よくない部分もあるよっていう部分も出たっていうようなレースンもあるかなっていうような感じですね。それで空いたようにゴール前で甘くなったことについては能力的にいっぱいいっぱいだったっていうよりかはどちらかというと気象的にちょっとピリッとしてないところがあってまだスイッチが入りきってないような感じがあるんですよね。その辺に関してはですねやっぱり急車力がまだ 伴ってないかなっていうような感じがあってまだスワブリチャードをしっかりと中身まで作れてないかなっていうようなところがあるんですよね。バタイに関してはもともとスワーブリチャードは素質があったっていうこともあるんでしょうけれどもバタイに関してはある程度作ってきてるかなっていうような感じがあるんですけれどもでもやっぱり中身まで作らないと超一流っていう感じのそういったような勝負強さ勝負根性そういったところはまだ出てないかなっていうような感じでまだ遊び遊び いいやいや走ってるような時もあるっていうような感じの馬ですね。で仕上がりに関してはですねやっぱりちょっとひとたたきした方がいいかなっていうような感じの仕上がりでまあ、なんかその形はできてて力は出せるんですけれどもでも絶好調っていう感じでもなかったですね。まあ、筋肉の質だとか張りだとか躍動感だとか体の使い方だとかそういったところは多少。 休み明けっっってていいううう感感じじはあったかなっていうようなよですね。まあ、休み明けというよりかはまあ間隔を空けたっていうだけなんですけれどもでもベストという感じではなかったですねでー回りなんかも私は余裕がありましたしこれたたいて宝塚記念行った方がいいと思います使う気なかったとは思うんですけれども、まあ、負けたんですから使ってほしいなっていうような気もしますし宝塚記念の方が 強いスワーブリチャードを見せられる可能性はあるかなっていうふうに思います。勝つとまでは言い切らないんですけれども、でも乗りやすいコースにはなると思いますね。里のアレス。里のアレスについては、調教の見た目が微妙でどっちか分からないということで、パドックで確認してみないと分からなかったんですけれども、パドックでバターを見た感じだと、出来の方が引き続き良くて、いい状態で出走できたと思いますね。で まあこれだけの速い時計に対応できるということはそれだけ柔軟性だとか筋肉の質の柔らかさだとかそういったところも必要になってきますんでそれだけ体体ももスムーズで体調も良かったといいいいうに捉えていいと思いますね。リス・グラシュ武豊騎手はちょっと早めに動いてしまった早仕掛けになってしまった中でそういった中で里のアレス・エビナ騎手は落ち着いて待ちましてああいうふうにためた分 4コーナーから直線の入りのところ勢いが全然違ったっていうところは溜めた分の違いかなっていうふうに思いますねでこの前、まあ本当に今充実してて京 o 杯スプリングカップと同じように切れる足を使ったんですけれどもでもやっぱりゴール前で同じような足色になってこの前はこういったようなりり足っっぽいところがやっぱりありますね。ですからその辺に関しては、まあ、前走で理解してある程度は計算して乗らなきゃいけなかったところはあるかなっていうような感じで。 ただ展開が向かなかったっていうだけでもなくやっぱりその辺は一工夫四股七前後一旦うちの方馬群の中に突っ込むだとかそういったような形である程度足をためながらごまかすようなそういったような立ち回りができないとっていうような感じは今回でも見受けられましたし並ぶところに行くだけでもそれでも最後のゴール前で競り負ける可能性もあるタイプの馬なんで。 一気にかわすぐらいなそういったような感じの考え方で競馬を組み立てていった方が勝ち切りやすいのかなっていうようなイメージもありますね。ダッシングブレイズダッシングブレイズは思ってたよりかはスッキリとしてたんですがやっぱり脚力落ちてますんでここ相手が強いなっていうような感じですね。オープン特別とか G3 でローカルだったらいいところ出る可能性あるとは思うんですがでも 切れ味がなくなってきてますんでどこのタイミングで一気に動いて早め戦闘みたいな感じの警報したらいいところ出るかもしれないなと思いますねアイロリッドアイロリッドはやっぱり強い競馬できましたね前走のビクトリアマイルよりも今回の安田記念の方が相手が強い中でこれだけの構想ということはいかにビクトリアマイルは力を出し切れなかったっていうようなことがわかると思いますねで。 まあ今回もですねやっぱり無ちを入れてほしかった早めに無ちを入れてほしかったなっていうような感じがあってまず部員で無ちを入れるかどうかで全然従順性が変わるっていうようなところもあってまあ早めにむを入れてればもうちょっと加速はつきやすかったかなっていうような感じがありますね直線入って一生懸命手綱でまずは加速させようとするんですけれどもあの辺ですね先行場であるわけですから先に先に っていうような感じで加速できないと主導権を握るような競馬をできないとっていう中で、まあ、そこまで有利に競馬を進められなかったっていうような感じでアイロリッド自体は自分の競馬を直線でもしてるんですけれども前にいる有利さを使えたかというとそこを使い切れなかったっていうような競馬でもあるかなっていうような感じですねその分刺されてしまったっていうようなところもあると思いますこのまま、まあ、とにかく長く足が使えますんで早めに このま,まのペースで加速させてあげるっていうことが重要かなっていうような感じがありますねあとはアイルリッドは落鉄してたみたいですね前走のビクトリアマイルも前足の方を落鉄してて今回も前足を落鉄してたみたいでそういった不運もありました確かに里のダイヤモンドのダービーみたいに後ろ足を落鉄するパターンよりかはマシなんですけれどもでも前足もですね道中使えますし あとはスピードに乗り切る前ですね加速してるときにその時に前の書き込みで加速していくっていうようなところもありますしあとはゴール前での1貫歩ポ2カポでの勝負強い足ですねそういった足の時に前の書き込み使うっていうようなところもありますんでやっぱりマイナス面はあったかなっていうような感じですねペルシアンナイトペルシアンナイトは直線で不利がありまして あれれれがななけけばばスムーズににいっってて勝ち負けになってたと思いますね。ただこのペルシアンナイトっていう馬はですね足を溜めてこその馬でそういったような客室そういったようなタイプだからこそ不利を受けやすいっていうところがあるんですよね例えば外を回って強引な競馬ができるタイプだったりだとかもしくは先行して自分で競馬を作れるタイプだったら不利を受けにくいっていうところがあるんですけれどもその競馬が合わないっていうような馬なんでその分不利を受けやすいっていうようなところがあります。 で仕上がりに関しても今回8切れんばかりで素晴らしかったですしすがるさスピード能力の高さ切れ味かなり目立った仕上がりではあったんですけれどもただこの馬に関してはですねやっぱりその底力というかどんとこいっていう感じの自由ンバーではないんですよね。足をためてそれで流れに乗って切れ味で一気にかわすだとか。 そうういったようなタイプですんで、すやっぱりもっとタフな馬場になったりタフな競馬になった場合だと足りない部分が出てくる場合もありうるっていう感じですねですからその分今回のレース展開はですね軽い馬場で時計勝負スピード勝負でこの馬のレースセンスススピード切れ味が生きるベストの舞台だったかなっていうような感じでその分もったいない競馬になったなっていうような感じですね。 ホロマンにとっては絶好の流れの中で不利があったというのは、今後こういったような、うまくいくような、乗りやすいような競馬になるかどうかわからない中で、もったいない競馬になったとっいうことですね。レールミノル。レールミノルはですね、やっぱり足の筋肉が少し硬く見えるんですよね。これは疲れがあるのか、それとも年齢的に硬くなっているのかわからないんですけれども、まあ,あんまり、 いいいい印象は持てないななううような感じですね。ただ体全体に関してはですね走り出すとそこまでは気にならないかなっていうような感じで出来は七分八分はあったんじゃなないいいかなっていう,ふうに思いますねで。そういった中でやっぱりこの馬はですね気難しくてつぶいところがありますんで和田騎手池添騎手あたりだと手が合わないのでオイルジョッキを乗せないとギアが上がりきらないっていうところがありますね。 ですから、まあ、レース展開をドハマリするだとかそういったような感じじゃないと能力を8分以上出せることはなかなかないかなというような感じで今回も能力は出し切ってないような感じですねで短距離ですね1200とかだともうちょっとメンバーが落ちますんでスプリントの G1 だったら十分狙える器だと思いますしとにかくその辺のやっぱり勝ちに行くっていうことを陣営の方が考えられるかっていうところですねあとはですね 今回、レール・ミノルは2番手からの競馬だったんですが、横な前後は仕掛け遅れですね。逃げてたウィンガニオンが早めに仕掛けていく中で足をためようとした可能性はあるんですけれども、そもそもとしてレール・ミノルは瞬発力タイプではないですし、早めに仕掛けてウィンガニオンに早めに並びかけるぐらいの競馬をしないと、立場を考えると見せ場すらないかなというようなところで、結果として意味のない競馬をして終わったかなというような感じですね。で、 4個ー,ーから直線を向いたところで後ろのアイロリッドに後ろから入られているっていうあれも先行場ではやっちゃいけないところで先行場っていうのは主導権を握る自分のペースに持ち込むっていうことがまず第一として大事でそれをしないんだったら前にいる意味がないんですよね。ですからただ回ってきただけで終わってしまっているっていうところが残念でもしレールミノールあたりがもっと早め早めっていうような警報をしてたら。 もしかしたらレース全体が4コーナー前後厳しくなった可能性があってその分 G1 らしい重厚感が出た可能性もなくはないんですよねですからあの辺でただ回ってきただけの馬がいたというところでレース全体が淡々と流れてっていうようなところもあったのかなっていうような、まあ、理由の一つをして,てしかないんですけれどもそう感じた部分もありますねもうちょっとなんか男を見せてもらいたかったというかプロ根性を見せてもらいたかったなっていうような感じはありましたね ウェスタンエクスプレス、ウスウェタン・エクスプレスはもっとパワフルな感じでイメージしてたんですけれどもなんか見た目的にダートウマみたいなダートウマみたいな感じっていうのはそのなんかパンとした感じが足りないというかバタ全体の中で一本の軸しっかりとしたものを感じない歩き方というかそういったような感じなんですよね。ですから、 香港の方の力のいる馬場ですね、時計のかかるような馬場だったらこれでいいのかもしれないんですけれども、今回の日本の軽い馬場、特に今回時計が速いような軽い馬場でしたんで、この馬場でとなると難しいなっていうような感じはありましたね。まあ、これがいつもこういう馬なのか、それとも今回だけちょっと足の方の筋肉が落ちたりだとか、ちょっとマイナス体重だったんで、多少細くなってる可能性もなくはないかなっていうふうに思うんですけれども、でも、 今回の見た目だと瞬発力勝負だとかあとは軽いバブルのスピード勝負では厳しいかなというような感じで器用さもちょっと足りないような感じには軽いバブではなるかなというようなイメージですねでやっぱり勝負どころですね4コーナーから直線に入ったところあの辺での反応が良くないというかスッとついていけないような感じがあって最後の方まで頑張ってはいるんですけれどもやっぱり適正的に難しかったなというような感じですね、まあ、日本の馬たちでも、 素足タイプがちょっと難しいような競馬になったぐらいなんでまあこういったようなタイプだと前が止まってくれるような展開になるだとかそういったようなハマり方でもしないとなかなか素足はいきないかなっていうような感じがありますねまあでも頑張った方かなっていうふうに思いますねキャンベルジュニアキャンベルジュニアは引き続き仕上がりは良かったと思うんですけれども石橋周期手がレース後のコメントで 東京コースだと1004の方がいいのかなっていう感じで言ってたんですけれども僕はですねどちらかというと距離は伸ばした方がいいんじゃないかなっていうふうに見ていてまあ今回のレースなんか見てても4コーナー前後から直線入ったところあの辺での反応だとか器用さがちょっと足りないんですよねやっぱりマイルの G1 っていうのは特殊なレースですっといって スッと押さえてスッと動いてスッと抜け出すっていうようなそういったようなマイル独特のレースセンスが必要になってくるっていうようなところもあってしかも道中のペースも流れやすいっていうこともあってまあこういう競馬合わないかもなっていうようなイメージもあってもともとマイラーっていうイメージもそんなにはなかったんでですから1 0 0とか2000ぐらいにも伸ばしてそれで道中一旦息を入れてそれでそこから徐々に。 競馬を作っていく、もしくは流れに乗るっていうような感じで抜け出すしぶとさを生かすそういったような感じの方が合うんじゃないかなっていうふうに思いますね。馬体的には確かに短い方がいいかもなっていうような体型とか歩き方動きはしてるんですけどもでももともと距離は持ちそうな感じはありましたんで作り方によっては溜まるっていうような感じはあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。 まあ、とにかく、まあ、今回のレースの質が合わなかったっていうところもあるのかもしれないんですけれども、まあ、なんかあんまり前りの g 1があったっていうような感じでもないですしもしくはこういったようなメンバーが揃った時にはもっと下げた方がいいのかもしれないなっていうふうに思いますね。成功法の競馬をしすぎてそこでうまく立ち回れなかったっていうような感じもありましたんでもっと極端に下げるだとか中断よりも後ろから追い込むような形ですね。そういうよういよな形だったら いいいいと距離的ににも融通が効いてくるんじゃないかなかう,ふうに思いますねレッドファルクスレッドファルクスはやっぱりこじんまりしてきたかなっていうようなところがあって、まあ、以前のような躍動感はないかなっていうような感じですねで、まあ、レース展開的にも追い込みがはまるっていうような感じでもなくて基本的にはこのレッドファルクスっていう馬は前が止まってくれる中で。 じりじりと力を出すっていうようなタイプですんで今回みたいに前の馬たちがなかなか止まらないっていうような感じもしくはうちら城に近いところ34頭の馬たちが道中からロスなく立ち回ってなだれ込むっていうような感じにもなりましたんで、まあ、そういった意味でもはまるような感じの競馬でもなかったかなっていうようなところですね。で、まあ、こういったような感じでちょ,ちょっと動きが小さくなってるっていうような,ようなところがありますんで。 その分距離は短い方がいいい方がかななううような感じですねモズ・アスコットモズ・アスコットは思ってたよりも後ろからの競馬になりましてそれが逆にいい方向に向いて勝てたかなっていうようなところもありますねもともとのイメージはもうちょっと前から前に行ける強みを生かしてどこまでっていうふうに思ってたんですけれどもそのパターンだとなかなか勝ちきるパターンがイメージできなかったところもあって ですから今回みたいに控える形になってルメール騎シはうまくごまかしながら足を溜めて最高の乗り方をして勝ち切ったっていうような感じもあるんですよね。で直線に入ってから他の有力馬たちが早めに足を使う中で足を溜めれた。まあ、この辺なんかもルメール騎シのうまさでまあ最高にうまくいったっていうような感じでもあるかなっていうようなところですね。でレース展開的にもですね、ワンペース気味のスピード競馬になりましてババも 軽めということで時計の速いパパということでこのままのスピードとセンスっていうところが生きたかなっていうような感じですね。もっとタフなパパだったりもっとタフなレースですね。レースレベルが重厚感が増してしまうとそうなってしまうとちょっと足りない部分爪の甘い部分は出てしまう可能性はあるかなとは思ったんですけれどもでもこういったようなスピード競馬ですねワンペース意味の感じでスピードと器用さを活かせるっていうような連戦回もドハマりしたっていうようなところもあって。 まあでもこれだけの時計で走れるだけの能力があったりだとかモザースすこととしてのレースセンスだとかキャリアが浅い中でこれだけ強い競馬ができるっていうのはこの馬の能力素質かなっていうようなところもありますのでもちろん G1 馬になれるレベルの馬の中でそういった中でこの大きなチャンスを生かせたかなっていうようなところですね。連投をする形でちょっと予定が狂ったとは思うんですけれどもでも 結果として、連投は問題なく、いい形で勝てたかなっていうふうに思いますし、やっぱり僕はもともと、連投だとか、中一周だとか、そういうような使い方っていうのは、もっと使ってもいいのになっていうふうに思ってたぐらいなんで、こういうふうに、モザースコットの成功例があると、今後は連投、中一周で使ってくるっていうような、そういったような球者が増えてくる可能性はあるかなっていうふうに思いますね。まあ、あんまり間に合わなかったらやらない方がいいんですけれども。 まあ藤沢和夫級者とかも結構連投とかやってた時ありましたしまあやり方なんでしょうねそういう使い方もできるっていうようなところだと思いますねリアルスティールリアルスティールはですねまあ後方から足を止めて伸びずっていうような感じだったんですけれどもまあやっぱりですね時計のかかる馬場の方がいいのかなっていうのと マイラーではないんでマイルが合わないっていうようなところもあると思いますね。でその辺に関してはですねレース前にもっと詰めて考えてリアルスティール消しっていうふうに考えてもよかったかなっていうところでそこが僕の甘さだったかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、さらに年齢的にですねちょっと筋肉の質が硬くなったりだとか多少こういうスピード競馬に対応できないところも出てきたのかなっていうような感じで。 まあ今回の出来ではちょっとやっぱり厳しかったのかなっていうような感じはありますね。まあ、でも仕上がりとしては今のリアルスティールとしては仕上がりは良かったと思いますしもしかしたらこの硬い感じというか時計勝負に対応できない感じなんかについても使っていけば変わってくる可能性もありますし年齢的な衰えじゃない可能性もありますんでとにかく今回の感じだとこのスピード計は時計勝負マイルの流れっていうのも合わなかったっていうような感じで全てがかみ合わず いいいところが出ななかったうっうような感じですね、まあ、今回の条件としては力負けかなっていうような感じなんですけれどもまだ変わっておかしくない馬ですし以前のリアルスティールが戻ってくればある程度の溶ける勝負だとかマイルでもそこそこ走る可能性はあるかなっていう風に思いますね今回みたいな足をためる競馬をしていった方がいいと思いますねヒーズ・イン・ラブヒーズ・イン・ラブはですね大雪の時ちょっと硬く見えたというか 動きは小さく見えたんですけれどもやっぱりパドックで見ても多少動きは小さいかなっていうふうに思いましたただ舞体全体の雰囲気に関してはそんなに悪くなかったのでこれを使って変わってくる可能性はありますし柔らかみとあとは体の動きが後ろ足ですね特に可動域が広くなった場合ですね、まあ、以前の重症化った時の思い切り映像と見比べてみればものすごく分かりやすいんで 元のそのいい時の状態に戻ればこのまのいいところまた出てくると思いますね。で時計勝負はですね、まあ、ある程度時計にも対応できるとは思うんですけれどもどちらかというと力のいる芝の方が合うかなっていうような感じでもしかしたら北海道の方のスプリント戦線使う可能性もありますんでそういった時には足を溜めることができればいいところ出る可能性があると思いますね。 ちょっとマイル戦線だとレベルが高くなってしまうんでそれだとスプリント戦線の方がレベル低いですし活躍できる可能性は広がるかなっていうふうに思いますねブラックムーンブラックムーンの前奏は出来が良くなかったんですけれども今回は良くなってましたね京都金牌を勝った時ぐらいの仕上がりにはあったと思いますねですがこの馬はスピード競馬が合わないですし軽い馬場もあんまり合わないですしちょっと時計が早すぎたかなっていうのと もうちょっとタフなレース展開になってくれればっていうような感じはありますね。ですよね目立つぐらいの馬なんですけれどもただ日本の今回の競馬に適性がなかったっていうだけでオーストラリアだとかヨーロッパで使ったらもしかしたら化ける可能性はあるかなというふうに思いますしこの馬はまだまだ可能性があるかなというふうに思いますんでなんか種馬になってほしいなっていうような感じの。 期待を持たせてくれるるよううなな部分がある馬かなっていいううに思いますね。この間自体はちょっと気難しくて強くなりきれなかったところもあるんですけれどもでもいい血統というかいい馬体をしてるっていうことでこの間に出てこなかった浮き出てこなかった能力が子供に遺伝する可能性もあり得ますんでそういった意味でも、まあ、なんかちょっと興味のある馬かなっていうふうに思いますね。 リス・グラシュー。リス・グラシューはですね、仕上がりとしては良かったと思いますね。まあ、前奏あたりからちょっとギリギリの感じで仕上げてきてて、その辺はちょっと気になるっちゃ気になるんですけれども、まあ、でも仕上がりとしては良かったと思いますね。ただそういった中で、まあまりにもスピード競馬になりすぎたというか、まあ、ちょっと時計面に関しては、 対応でできるにしてもレースの流れですね結局はワンペース気味にずっと流れてそれで内ラら城に近いところ34頭を通った馬たちがそのままなだれ込むっていうような感じに近いんですよね外を回った馬たちについてはいい足を使ったサトノアレスとかいたんですが結局はギリギリのところで差が出たっていうところもありましたしそういった中でリス・グラシュに関してはサトノアレスほど足をためきれなかったっていうようなところで今回のレース戦会のペースが流れる中で 余計なところで外を回っってて動いてしまったそれで余計足を使ってこのまま持ち味がいきなかったっていうような感じですね。でやっぱり直線向いた時ですね4コーナーから直線を向いた時にそのロスっていうのが響いてうまく加速がつかなかったんですけれどもでも一旦里のアレスにかわされてからそれなりの競馬はしてるんですよね。ですから能力として。 早い段階でいっぱいになったっていうような感じでもなくてレースの流れの中で足の使い方を間違ったっていうのが一番大きかったかなっていうようなところで例えば内枠を引いたりもしくは今回の感じでも一旦内に入れられるタイミングはありましたんで内で待てるタイミングはありましたんで横断前後で内の方に入れたりもしくはバグの真ん中の方に入れたりだとかそういったことができた場合もしくは単純に足をためて直線まで我慢に我慢を重ねて 里のアレスよりも後に出すぐらいな感じで直線勝負をした場合その場合だとリス・グラシュのいいところに出た可能性はあるとは思うんですけれどもただやっぱり今回の競馬はちょっと強気の競馬をしすぎたというか、まあ、他の馬たちがもっと楽な競馬をしている中であえてきつい競馬をしすぎたかなっていうような感じでこういう結果になってもしょうがないのかなっていうような感じですね。まだ力のいる馬場とかだったらああいう競馬がはまる可能性はあるんですけれども。 ちょっと今回は前も止まらないような感じでもありましたんで、なおさら厳しい競馬になったかなというふうに思いますね。それと、この馬に関しては最初にも言ったんですが、マイラーではないと思いますね。マイルで成績は良くなったんですけれども、ただ、それはレースレベルが低かったりだとか、あとはこの馬自体が充実してきたというようなところもあって、そういった中で好成績を収められたというところがあって、基本的にはもうちょっと距離はあった方がいいと思いますね。 2 0がベストかどうかはわからないんですが1006よりは1008がいいかなっていうようなイメージはありますね道中一旦息を入れてそれで後半足をためて素足を生かすっていうような感じですねそういったような感じがベストだと思いますねレースセンスもありますししぶとい勝負根性もありますし足をためて切れる足も使えるということで乗り方には融通が利くタイプなんで一旦落ち着いたレースの中でそういった中で レースの流れの中で乗り方を変えるっていうようなそういったようなこのま良さをかかせるるよようううななな競馬がができるような条件を使った方がいいかなっていいううに思いますね。どうしてもマイルの G1 ってなると一息に近いような感じというか今回みたいにペースが流れてワンペース気味のスピード競馬になって終わるっていうようなこと普通にありえますんで子供にとってはレース展開がはまらないとあとは子供自体がもっと腹をくくって乗らないとなかなか構造できないっていうような感じも出てくると思いますね。 サン,グレーザーサングレーザーは絶好調だったと思いますね。ですが結局外枠が響いたような感じで結果として内拉地沿いから34頭分ぐらいを回ってきた馬たちが有利だったかなっていうような感じになる中でサングレーザーは中段の外を回るような正攻法の競馬をして伸びきれずっていうような感じですね。まあでも判断としてですね条件戦では外を回るような外差しが利くような展開のレースもありましたんで。 そういった意味でもああいうような競馬をしたところもあったのかなっていうような感じで結果として内立増いを通ってた馬たちが有利になったっていうだけであって、まあ、その辺に関してはレース前に想定するっていうことはなかなか難しいところもあったかなっていうような感じですねで、まあ、いつもよりも前めのポジションをとってやっぱり前に行けば前に行くほど素足のキレは鈍るっていうようなところもありますんで。 腹くくって最高峰に近いところから基本的には競馬をした方がいい馬かなと思いますね。で、一旦下げれば、打ち出し沿いに近いところ、もしくは打ち出し沿いまで行かなくても、真ん中ところをつけた可能性もありましたんで、そういう競馬の方が良かったっちゃ良かったんですけれども、まあでも今回のスピード競馬だとなかなか差し届くっていうような感じでもなかったかもしれないですね。サングレーザー自体ここに入ると、東京コースだとそこまで切れ味で際立ったものはないんで、まあやっぱりちょっと、 相手も強いんでうまく立ち回ってはまればっていうような力関係だったと思いますねですからまあちょっとだいぶうまくいかないと勝ち切るっていうのは難しい相手関係でもあったかなっていうような感じですねでもですねこの馬体なんか見てたらですね、筋肉の質が柔らかかったりだとか、まあ、本当に絶好調でしたんで今回のスピード競馬っていうのは合うタイプかなっていうような感じで。 ペルシアンナイト同様ですねスピード競馬が合うかなっていうような雰囲気はありましたんでその分もうちょっと一役を引いて中段あたりで流れに乗ってそこそこの末足でうまくいけばっていうようなそういったような感じの競馬ができてればっていうような感じですねウィンガニョンウィンガニョンはやっぱり一番いい頃と比べると硬くなってますし後ろ足の可動域も狭くはなっているかなっていうような感じなんですが でも叩いて確実に良くなってましたしスタッフを出してって道中もある程度ハイペース組の平均ペースで引っ張ってそれで横田前後も早めに仕掛けるっていうようなそういったような思い切りのいい議場もしたかなっていうような感じですねでもその結果としてレース全体がスピード競馬寄りになったかなっていうようなところがあってまあ馬場も軽めの時計の出る馬場だったんでその分スピード競馬寄りになったかなっていう感じはあってそそれで レースに乗ってたジョッキーたちについても、ペースはある程度流れてるのに、淡々と流れたっていうような感覚だったみたいですね。ですから、コーナーから厳しいペース、厳しい競馬っていうような感じのレースでもなかったっていうことで、自力勝負っていう感じでもなかったんだろうなっていうような感じですね。で、もし、ウィン・ガニオンがですね、途中で一旦ペースを落とした場合ですね、その場合だと競馬に緩急がつきますんで、 そういったような形の方がもしかしたら自力勝負になった可能性はあるかなというふうに思いますね。まあでも、マイルで強い競馬をするっていうことになったら、どんな展開でもある程度対応できなきゃいけないところがありますので、この展開でも勝てなかったということは、マイルで本当に強い馬っていうのはいなかったっていうふうに捉えてもいいかなというふうに思いますね。あとはちょっと最後に、今回パドックに外国人の方多かったんですよね。多分 ウエスタンエクスプレス香港馬の関係だと思うんですけれどもその外国人の方々多分今回パドックで馬を見てびっくりしたと思いますね。日本にはこんなにいい馬がいっぱいいるのかっていうふうに思ったと思います。それぐらいここはいい馬が多くて僕はヨーロッパや香港のことは詳しくないんですけれどもでもたまにちょくちょくパドックを見た感じだとやっぱり日本の馬の方がいい馬多いですし。 特に今回のメンバーっていうのはいい馬が本当に揃っててヨーロッパの方の G1 でもここまでいい馬が揃うことほとんどないと思いますねですからそれぐらいすごい馬たちがいるということで、まあ、その辺に関してはサンデー・サイレンスの凄さもあるのかなっていうようなところで日本のレベルは世界のトップクラスにいるっていうようなところでもありますねもちろん適性っていうものがあるんで香港だとかヨーロッパでここのメンバーが構想できるかというとそれは全然保証できないというか 可能性ととしてはは高くはないと思うんですけれどもでも単純な見た目で言うと本当にすごくいい馬たちが多いっていうことですね。まあ、そこはに日本の誇らしさというか日本人として誇らしい気持ちもあるかなというふうに思いますね。そして、まあ、ちょっと名前忘れたんですけれどもフランスのザービーディープインパクト3区が勝ちましたね。まあ、早めに抜け出すような形でそれで他の馬たちが来たらまたグイッと出るサンデー・サイレンスの勝負強さみたいなところも出た。 ゴール前での良さなんかも出ましたしいい勝ち方をしたなというふうに思いますし英国ダービー4着に敗れたサクソンウォリアーですねあの馬に関しては、まあ、内枠が響いたかなというような感じもあってあのレースは4コーナーから直線を向いたところあそこで勢いつ,いつけて回った馬たちが有利というような競馬になりましたんでなだれ込むような競馬になりましたんであそこの勝負どころで一旦ブレーキをかけなきゃいけなくなったことによって サクソンリアは加速がつかなかったかなななったいうようよ感じですね。もちろん抜けて強いような馬だったらあそこから脚力だけで差し切るっていうことはできたとは思うんですがそこまで力が抜けてたっていうわけでもなかったんで苦しい競馬になったかなっていうような感じですね、まあ、単純な見た目でいくと多分サクソンウォリアがあそこでは一番強いかなっていう感じ見えましたんで全然気にする必要もないというか、まあ、負けたのは気にするのは当然なんですけれどもでもやっぱりサクソンウォリアは ダービービででトップクラスの馬だったということで今後も日本馬ディープインパクトサングだとかサンデーサイレンス系の評価が上がっていくでしょうし、まあ、今回みたいにすごい馬たちが揃ったようなレースを外国の方々が見たっていうのはちょっと誇らしいところはあるかなっていうふうに思いますね以上です吉本興業 ABCDEU 加減という組の東野昴と申します失礼します